りで。はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。キララファンタジー始めていきましょう。今回はイベントのシュシュクエストです。まずいつものやります。ねえねえ、楽しいところどっか知らない？いらっしゃい。どうですか？私も頑張りましたよ。そうだよ、もう95まで来ましたね。ランプも95か。急なんていうのもありますね。ひとまずキティのリボンつけてみたら悪くないわね。こいつらも始まってますね。ひとまず収集テストで。今日セルミちゃんとどこに遊びに行こうかな。食べ歩き全メニューを見出して初級サンリオコラボですね。頑張るぞい。きっと大丈夫。暇ですからね。あ、鈴風は。子供扱いして、あげないでください。皆さんのやる気をアップします。じゃあじゃあ。手加減しませんよ。行きましょう。皆さんのやる気をアップします。えい、力が湧いてきます。26000。ちょっと強いな。きっと勝てる。星四ですが、星五と言ってもいいぐらい強いです。強い星五。だって56ですからね、これ。この服、クロミちゃんと同じ尻尾があるんだよ。どんどん行きましょう。中級です。いい根元を立つ。うまくいくといいんだけど。皆さんのやる気をアップします。
番の時だね。回る攻撃だけではこれ強いですね。どうかな、聞いたかな。作っちゃいましょう。もっともっと先に行くんです。頑張る。おい、よし、ノーマークリターだ。進んでください。鈴立てだけに私たちの勝ちです。やりましたね。上級へ。準備 OK です。行きましょう。やってやるです。守りもしっかりしなきゃ。血圧上がってます。強い。きっと大丈夫。皆さん頑張です。サポートします。派手にやっちゃいましょう。防御力上がってますね。負けない。外周一色。あ、お、倒せなかった。ディフェンダーが上げられるね。そんな火力としてぴったりですね。そんな攻撃はしなくても大丈夫っていう感じか。これは倒しちゃいますよね。あ、全部全体攻撃なんだ。一体倒しとこう。みんなと一緒ならできるよ。きっと大丈夫。一人だけか。礼儀がなっていません。ちゃんと前へ移動しましょう。ああ、不思議な攻撃でした。分かっていますね。皆さんさすがです。上級です。さあ、今回も真面目にやった方がいいかもです。それでは行ってまいります。皆さん準備はいいですか。どうかな、聞いたかな。やっちゃいますよ。一旦削ります。とりあえず戻します。ここ一体へ。
過ごせませんね。立ち止まらず諦めないで。亀役となってもらいます。ラスト。そんな。あ、リヘンダが下がった。ちょっとやばい。どうかな。聞いたかな。聞いた。えい。私も体を張らないと。終わりましたね。倒しちゃいますね。クゼモス先生強いや。さすがです。結構使いやすいですね。一瞬でも使えるキャラがあるってことです。今日はクロミちゃんとどこに遊びに行こうかな。火属性ですよね。メンバーチェンジです。この属性ここか。あ、こう水着。よし行こう行こう。緊張してきちゃった。きっと大丈夫。やむを得ないね。気をつけて。力が湧いてきます。守りもしっかりしなきゃ。一泡吹かせてやるんだから。火力が上がる。やっぱり魔法は先にしておきたいですね。アギリがいる。何か出てきたようです。いいの？いい。とっておきの忍法はこうやって火を。あら、ではこれを。簡単にやれますね。私もクロミちゃんもすっごくついてるね。
アンハッピーダウンについてるのかな、本当。お羽行きましょう。準備できました。行きましょう。皆さん準備はいいですか。今は我慢の時だね。私が助けるね。サポートします。防御されてるとはいえ強いな。通常攻撃でいこう。おっ、いやー、自身かな。たずやん。行きます。あずにゃん。すごい。13万2人で。やった。勝ちましたよ。私もクロミちゃんもすっごくついてるね。20の25、45か。45って中で回復できるんですね。高いですね。アズニアは、まあ、攻撃は最大の防御と言いますからね。あ、そう、コロコも言ってたな。守りもしっかりしなきゃ。えい、本気の力見せてやるです。いきます。まあ、倒れるでしょうね、これは。
ここでコルクにチェンジ。お手並み拝見。あ、これ死ぬな。どっちにしようかな。こっちかな。決める。知らない。アフタヌーン。了解した。まずは最高取り。必要なものが内緒とリーセット。茶葉とケーキ準備。お菓子とケーキ準備。あとで提供するだけ。これはどうしたものか。当然の結果。さあ最後、ちょっとこれはまともに戦わないといけないですね。よし、行こう行こう。長引きそうかな。お、怖い怖い。言うほど守りはしっかりしてない。自身を聞いたかな。聞いたかな。ゆうちゃんを守るんだから。地味にスキル能力上げてますね。危ない。やーやー、カズヤにリカバリープレゼント。これでどうです。きっと大丈夫。一泡吹かせてやるんだから。金橋戦術。私だって本気になるんだよ。行きます。みんなを守って。これでどうです。倒せましたね。遊びに行こうかな。ありがとう。
助かりました。これで全クリアですね。10段パンケーキセット。トレードショップ行きましょう。夜こそ取引の時間。今のおすすめ。魔法のリボンってなんだろう。まあでもこれは交換ですね。交渉成立。限界突破がある。もう一個交換できるんですね。アンハピスしましょう。交渉成立。あとはこの辺の成長要素も大事だな。また来い。